はい、皆さんこんにちは、フラワーティーズのしんです。こうやってお花の、ね、仕事をしてて一番こう要望されるっていうか、こうしてくださいって言われるのは、かわいいアレンジを作ってくださいとか、かわいい花束を作ってくださいって言われることが多いんですね。で、はいはい、わかりましたーつって、こうかわいいアレンジとかを普段作ってるんですけど、こう実際ね、こうかわいいっていうものがどういうものなのかっていうのは僕のこう中の認識だけしかなかったんで、今日はね、そのかわいいについて徹底的に研究をして、それでそれに基づいたアレンジメントを作ってみようと思います。なのでまずはかわいいを Google で検索してみます。そうするとかわいいは日本語の形容詞で、愛おしさ、趣深さなど何らかの意味で愛すべしと感じられる場合に用いられる。またかわいそうという関連する考え、これは近いな。あ、要は愛おしさ、趣深さ、要は愛すべしみたいなね、こう愛おしいとか愛すべしとか、まあ、可愛らしいとかね、やっぱそういう意味が可愛いということであって、まあ、様々なものが可愛いに当てはまると書いてありますね。なので今日はね、まず器からね、ちょっと選んでみたいと思います。はい、ちょっとね、僕なりに可愛いと思ったものを選んでみました。まあ今 Google で調べたところ、形とかはね、何でも当てはまるって書いてありますので、まあ、こういうプラスチックのコンポートとか、もちろん紙でできたような器なんですね。ちょっとお初に見ますけど、ただこれいつもこっちは使ってるんで、これはちょっと却下させていただいて、でこの2つの器から選んでみると、すごいキャッチだったよ、すごい。それで今回実はピンク系のアレンジとかを作ることが多いので、赤系のアレンジを作ろうと思います。なのでまあどっちも合うとは思うんですけど、同系色のこの器をちょっと使って可愛いアレンジメントを作ってみたいと思います。ではやってみよう。はい、ではね、今日は可愛いアレンジということで、僕が一番最初にチョイスしたのがこちらのガーベラです。もうガーベラはね、ほんと可愛い花としては一番人気ですね。特に今回は大輪系のガーベラを用意しました。ではこちらでアレンジをしていきます。今回はほんと小さいアレンジを作っていきますので、うんと短くしていきます。ガーベラは2本使います。で必ずちょっと言い忘れましたけど、ガーベラはあのフォームとの相性があんまり良くないのでベントネックします。なのでワイヤーをね、この茎に刺してインソーションして、でそれで刺しましょう。そしたらここでレザーリーファンで少しだけね、ファンデーションワークをしていきましょう。はい、その時にこの葉っぱがうんとね、こうアレンジから飛び出さないように、もう本当に少し飛び出してるぐらいの、こんなような状態にしてください。はい、では次にこちらのドラセナを入れていきますけど、このドラセナも、まあ、本当に小さいアレンジなんで、こう2枚か3枚ですね、使っても3枚、今回2枚ぐらいですかね。このドラセナに関してはもう本当にこう丸めて、今回は丸めて使用します。でこういう状態ですね、これでホチキスで留めます。
こういう状態ですね。そしたら次にこのグバリアをね入れていきます。はい、こういう感じです。次にこのスプレーカーネーション、これを間に入れていきます。これももちろん1輪ずつ外してね入れていきますね。はい、こういう状態になります。はい、ではですね、次にこうミスカンサスを入れていきます。これ前にね作ってほしい動画のリクエストをね募集した時に、加藤翔太さんという方からこう小さいねアレンジメントに入れるアクセントラインの葉っぱはどんなものがあるか教えてくださいっていう質問がありました。それはまさにこのミスカンサスね、これなんかはその答えになりますね。ではここにアクセントラインを入れていこうと思います。こうミスカンサスもこうループにして放置すると思います。そしてこの先っぽを中にね入れ込んでこう U ピンを作って、ワイヤーで U ピンを作って見えますかね、ここに差し込みますね。フォームに差し込みます。そうするとこうホチキスで作ったループとは違う動きが出ますね。はい、こちらで完成です。こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。愛おしくて趣がある、すごい可愛らしいアレンジメントです。愛おしくて趣があるでしょ。なのでこれが可愛いアレンジメントです。ではですね、またねこういう可愛いアレンジメントもどん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 このフラワー TV では作っていきたいと思います。なのでこうぜひ可愛いと思った人はチャンネル登録お願いします。可愛いと思わない人でも次回頑張るのでチャンネル登録をお願いします。あとついでにグッドボタン、高評価もお願いします。ずうずうしいフラワーアーティストシーンですけれども、これからもよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.